久保さん、自由ってなんすかね。久保さん、自由ってなんすかね。自由っぽくないですか。自由の絵面ですね。いや、自由っすね。たんぼしかねえな。はい、まあね、あのキット車検に持ってったらしいじゃないですか。いやー、気持ちいいですね、田んぼ。まあ MLM ですか。僕ね、やっぱね、 YouTube やりましょうでいきましょうか、今回は。やっぱその、なんだろうな、僕全部 Facebook とか全部やめたのは、やっぱその検索流動があるっていうね、そのなんかよくね、すごいシステムなんですよみたいな売れ込みあるじゃないですか。すごいシステムとか、そのシステム的ななんか売れ込みありますよね。このシステムを使えばみたいな。いや、 YouTube のシステム使えばいいんじゃないかなみたいな。 Google さんのシステムを使えばもはやいいんじゃないかなみたいな。勝手に検索してか、僕の YouTube のね、アクセス流動は 58% が検索流動です。まあそれは僕はもう 80% ぐらいにしたいんですけど、そう、とにかく検索流動を安定的にさせれば、ある一定のアクセス集まってきますんで、だありとあらゆるキーワードをね、散りばめるっていうね。100万個ですね。100万個ぐらい散りばめとけば、もう何もしなくてももうほぼアクセスくんじゃないかなっていう。だからまあこういうシステムが無料で使えるわけじゃないですか。で、そのネットワークやる、そう、この前のネットワークの話ですけど、まあ大体ネットワーク始めるのに金かかるわけじゃないですかね。だから僕はてっきりそのなんだ、まあ、企業案件のやつでなんかそのサンプル送るから、そのサンプルを使って紹介してほしいみたいな、最初そうだったのかなと思ったんですけど、まあ蓋開けたらね、自分で買えみたいなね。それを始めるためにはそれ必要みたいな。で、 YouTube 始めるのに0円じゃないですか。まあこれも iPhone で撮ってますけど、まあ、iPhone は0円じゃないけれども、スマホ持ってるじゃないですか。別に iPhone じゃなくても今ビデオ撮れるし。で、まあちょっと今ピン、あのなんだ、あのピンマイクでちょっと収録してますけど、まあ、ピンマイクもね、アマゾンで1000円ぐらいですよ。安いのだったら別にピンマイクじゃなくてもいいんですよ、ね。まあ、僕は仕事でやってるので、一応その機材はね、いろいろありますんで使ってますけど、別に iPhone の内蔵マイクでも今すげえ綺麗ですから、全然問題ない、うん。だからね、自由に生きるためにはね、何もしなくても、まあ、これはビジネス、特にビジネスなんですけど、何もしなくてもアクセス流動があるっていう状態を作るっていうのが、これが大事ですね。ほぼ何もしなくても、まあほぼ、まあ僕の場合はね、動画いっぱい撮ってるんでね、お前何いっぱいしてんじゃねえかって言われるかもしれないけれども、でもそのね、時間に縛られることがないですよね。いや別にどこでも撮れるし、撮りたい時に撮ればいいし、まあ僕は商品売ってね、ビジネスしてるので商品売る時は撮りますし、まあそれはやるべきことはやりますけども、別にその久保さんの開始に関しては別に自由なんで、何の縛りもないわけじゃないですか。もう商品売り切ってるしね、久保さんね。商品億万長者合宿販売してもう2年じゃないですか。別にどうでもいいんですよ。でもどうでもいいけどやりますけど。そう、だからまあ、まああとね、まあ今ねすごくてね、まあ今パソコンも僕はいつも持ち歩いてるんですけど、なんかそのネットワークの場合は、まあもちろんネットビジネス、通販ビジネスも人ありきなんですけど、なんだろうな、その電話とかね、その一方通行でいけるんですよ。だから動画撮って終わりみたいな、わかります。だからこれから僕 Q&A の動画撮るんですけど、 Q&A の動画アップすればいいんですよ。でもその電話のやり取りとか、1対1のメールのやり取りとかね、時間この拘束されるじゃないですか。だからまあね、Q&A の動画を、じゃあその Q&A の動画に関しても、その Q&A の説明を1対1で100人するのか、1本の動画を撮って100人に見せるのか、これどうすか。こう絶対1本の動画を撮って100人に見せた方が時間的自由になりますよね。同じことね、だからそのネットワークビジネスって同じプレゼン資料を同じくね、いろんな人にね、こう言っていくっていうね。まあ最近東京のルノアール行ってないですけど、東京のルノアールね、ほぼネットワークビジネスの勧誘ですよ。
どこかしこもなんか頑張って、しかもなんか若い子とかもやってましたからね、すごいなみたいな。でこの前ね、なんかその80万ぐらいの契約決めてて、もうこのこいつやるなみたいな。でなんか契約書面みたいなの作ってやってましたけど、やるなみたいな。どうすかね、 iPhone 持ってるじゃないですか、 YouTube0 円じゃないですか。でピンマイクね、安いのだったら1000円2000円で Amazon で売ってますし、まあ、ピンマイクじゃなくてもいいですけど。だからその今最高峰のシステムがあるとするならば、僕は本当に YouTube だと思いますよ。もう世界最高峰の、だってはっきり言いましょう、ネットワークビジネスの売り上げより Google の売り上げの方が絶対高いですからね。まあネットワークビジネスは儲かってますよ、アメイとかも儲かってるでしょう。だけど Google の売り上げ高には勝てないですよ。でそのもう世界トップ、ほぼトップですよね Google ってね。でそのトップの企業が作ってるシステムを無料で使えるわけですよ。何なんだこれみたいなね。僕YouTube MLM をちょっと資料作ればいいじゃないですか。0円ですみたいな。0円なんですかみたいなね。そう、 YouTube っていうのはこうで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 、それやるのにいくらなんですか、0円です、あなたの iPhone でできますと、何のリスクもない、騙されることもないみたいなね。だからね、 YouTube やればいいと思うんですけどね。そうだ、昔なんか、今僕なんだこの自撮り棒ありますけど、自撮り棒ない時は手撮り棒ですからね、手でやってましたから、これで何千もやりましたからね、多分もう手でもいい、ブレブレでも。いや本当の自由っていうのは何なんでしょうかね。まあちょっと SEO 的にYouTube の最強システムとかにしておきましょうか。YouTube の最強システム。それって何のシステムですかって。いや、YouTube が最強システムみたいなね。YouTube の最強システムで言うと、YouTube に何かシステムあるんですかみたいなね。いや、それ自体が最強だよみたいなね。こっちで。いいんじゃないかなと。はい、ということで、YouTube 最強ですから、世界トップの企業さんが作ったシステム。これ使わずして、無料で使わずして何使うんだと僕は思いますけどね。しかもね、手持ちのカードでできるわけです。手持ちのカードで。はい、いってらっしゃい。